です。冬です。長いようで、いやね、すごいね、どうですか、久しぶりの広島出会いのステージとか、どうです、久々の人がいっぱいいて嬉しい、よかったよかった、暑いね、そんでね、私たちなんならさ、新体制で発表して、多分ハロウィンと生誕と新体制を広めて、多分3回しかライブせずに2週間送り込まれたんで、結構ね、いろいろ思いもあると思うんで、ちょっと一人ずつ今日はね、最初は聞こっかな、思うよね、なんか、そうね、パニャから言って、そうですね、じゃあまあ、このね、2週間、まあ修行はやっぱりうちらね、トヨスピットもね、目前に世界ツアーも目前としてるので、一回ね、このなんて言うんだろうな、もう修行のみんな、成果とか、ナトヨスに向けて、何か意気込み言っていきますか、じゃあ、はい、じゃあいいですか、リーダーからで、どうぞ、はい、すいませんね、ちょっとね、2週間ちょっとあんまり喋らせてもらえなかったんでそう喋りたい、そうじゃね、喋りたい、すごいちょっと緊張してるわ、なんか、改めて本当にみんな、ただいまでございます、おかえり、小さくない、おかえり、おかえり、いやいいね、やっぱり2週間は私はね、やっぱりなんて言うんだろうね、向こうでやっぱり真逆のね、こうカニャンがあのグループに行くのかっていうぐらいで、真逆の可愛いなところに行ったわけですけど、やっぱそうなんですよね、学んだものはですね、やっぱり私にはあった場所があるんだということですね、はい、違ったみたいな、違ったのかな、間違えたから違った、なんて言うんだろうね、こうなんかやっぱ愛情というものが生まれるんで、結構泣いたんですけどね、ただやっぱり2週間はね、メンバーに会えないのも、プラスの曲ができないのも寂しいんだなって、やっぱ4年間いるからね、4年間、やっぱね、全然2週間じゃ絆はね、深まるばかりというものを学んできましたということで、はい、これをきっかけにもっともっとこのプラグスターズのね、ファンのこととかメンバーのこととかも大好きになったので、さらにね、だから世界ツアーもしっかりこの信頼したメンバーとファンの人でブラックスターズ乗り越えて、トヨスピットワンマンライブ絶対成功させようと思いましたので、最後までついてきてくれて嬉しいです、カニアからは以上です、よろしくお願いします、お母さんみたいだったよ、アタパチにいたの、そうなんよ、アタパチで父が張り上げて張り上げて、おっぱい出るよ、なんかその何若いのよ、母性心が、そうそう、よく走るんよ、よく走るし、よく飛ぶし、よくしゃがむのよ、振りが、待ってみたいな、待って食べよう行くかみたいな、アラサー頑張った、頑張りました、アラサー言うな、アラサー、まあですけどね、頑張りました、アラサー今ですございます、じゃあエマ行こうか、はい、私はいつもなんかプラストの遠征は透明班が多くて、福岡とかはあんまり行かないから行ってみてみたって感じなんですけど、やっぱりいつも会える人たちに会えないのはちょっと寂しかったんですけど、暖かくて帰ってきたらこんなに人がいて帰ってきたなって、なんだっけ、ただいまー、次は、何を学びました、なんか通ステできるの、通ステを学び、見たい、ちょっとこの通ステの成果、手拍子でいける、早いな、ゆうちゃん、辛口で上手いは一番、でもちょっとどこかで見たよ、お前それはどこかで見た、トヨスピットに向けて、メンバーの、 そのキャラクター性の大切さを修行先に行って
に、はい、私までに、トヨスピットまでに、バーだ。そんな力づくで思い出そうとする。トヨスピットまでに、頑張る。完璧な通してできるようになりたい。完璧な通して完璧なプログラミングプログラミングをしてみんなを明るい未来に連れて行きます。言わされてない。誰か監督さっき言わされてない言葉をさ教えてた。そうだね、あのライライがあの教えてあげてるので言葉をね今ねインプットさせてる、はい。そしてはい、沖縄ボケた人かな。沖縄の民族の方。え、何あれできんの、はい、なったのこれ、なんかこういうやつ。そう、バカ好きました。マジでやばい。笑ってあげて。ピヨピヨした明日。ピヨピヨもバタはじけてたよ。9号渡されたんですよ。9号11号買ってきましたって言われた。お前ライブでにさ、はじけてたよね。なんかでも膨らんでましたよ。とりあえず何学びましたか。そうですね、沖縄の琉球アイドルさんがほぼほぼ自己プロデュースでチェキの販売とか物販の販売とかチェキの発送とかも全部ご自身でされてるんですよ。だから改めて運営さんがいるという今恵まれた環境をすごい実感しました。おお本当に、はい、そうすごいよ。いや、まあ、あと普通に琉球アイドルさんの楽曲を覚えるのとかに精一杯になってしまって、はい、エンターテインメント勢に振り切れなかったので、はい、豊洲ピットまでには、はい、なんかもうライライさん飽きてきてるんで、あの短めに話してもらって。短めにちょっと増えたんで。尺が。長い文章、モーリーの修行の長い文章狙うから見落ちした寝落ち。これもう3回ぐらい。じゃあトヨスピットに向けて。トヨスピットに向けて、私はまあ路上ライブとか、はい、なんか恥をねなくしてきたんですよ。あ、もともとなかったような。あったの恥って。よしじゃあ次リッカ様どうぞ。はい、リッカ様。お願いします。お疲れモーリー、お帰りかわいそう。じゃあリカ様、なんだろうね、やっとですね。あの、はい、まあプラスタに、うん、まあ、デビューしてから、はい、そんな立たずに、うん、修行行ってこいみたいなことを許せなかったんですけど、はい、そうですよね。でも結構リカ様ワールドにあれですね、あのサマツイートいっぱい見ました。なんかいい待遇をめちゃめちゃ、はい、そうですね、ピューロランド連れてってもらって何回か被ったけど、はい、メンバーの人にもめっちゃ用意されてて、はい、リッカ様はどこまで行ってもリッカ様ですね。さすがでございます。修行内容はなんかめっちゃ酒飲む人が多くて、なんだっけな、乾杯おっぱいチリットパイ、いやいやいや、お帰りなさい、ブラグスターズという修行内容でした、はい、はい、じゃあ、あのトヨスピットに向けては大丈夫、世界ツアー始まりますが、どういうご心境ですか。いや楽しみです。楽しみですか。多分よかったです。あのホームシックになりそうですがなんかあの帰ってくるとき SP 黒人の SP 2人ぐらい連れて帰ってくる楽しみですね、リカさん。楽しみ。世界にも届けていきましょう。皆さんもね、一緒に行けたらいいな、うんうんうん、リカ様はこうやって言ってるんですよ。リカちゃんの言うことなのか聞けるか。行きますよね、トヨスピット。あれ行きますよね、トヨスピット。トヨスピットはどれくらいだろう。やった待ってますよ、ね、皆さん。みんなついてきますよ、ぜひ一緒に行きましょう。はい、はいはい、お疲れ様でございました、リカ様。ライライのターンから、はい、ライライ入って身近にどうぞ。もう聞かないでほしいそうね、いろいろあったね。見ての通り、はい、おかえり。ただいま。宗教に入ったみたいでした。やめなさい、あなたは本当に。初日に大泣きしました。ああ。小春のおっぱいで泣きました。やめてくださいシャキラモのおじさんたちが、シャキラモね、シャキラモ遊んでくれた。よかったね、うん、でもみんなに会いたくなった。うん、一番プランクスターズがいいなって思った。イエーイ。たまにはいいこと言うじゃん。そうじゃん。なんかオタクもさ、怖くてさ、うん、令和のオタク怖くて。ほら、あ、ほら、ほら、今のところカットでお願いします。あの、怖くて、クンナとか出てもなんかすんごい睨まれて、最善でさ、これ最善にいるのにずっとこれなんか、ね、ネムのネムコです、イエーイ、アナデライです怖い怖いと思って、まあまあ、ね、
よね、プラスタね。逃げずに頑張ったじゃん。でも逃げます、逃げんかった、逃げますって言ったよ、逃げますって言ったよ。よかったね。じゃあ永井さん、トヨスピートに向けてはどうですか、それを含まえて。令和のお宅全員トヨスピートに連れて行ってやる。怖くて無理なのでお願いします。うん、やりづらいな、この後。じゃあ、小春さん、うん、やりづらいな、この後。サブリーダー、はい、いや、もうなんかさ、みんな修行2週間大変だったと思うし、すごい辛かったこととかいろいろあったと思うんですけど、はい、なんかでもなんか私は意外と余裕でしたね。余裕？はい、超なんか結構楽勝でした。あ、楽勝でした。なんかもう全然なんかメンバーにも、はい、小春ちゃんずっといてほしいって言われたし、言われてた、取り合いしたもん、エンパシーのメンバーと小春の取り合いした。うん、なんかもうこのままいてもいいかなって思ったんですけど、あ、けど危ない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 、はいはい、うん、でもまあブラックスターズのリーダーとしてやっぱちょっと待って待って待って、ここの場所にね帰ってこなきゃかなと思って、まあ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 しっかり入ってきます。トヨスピットは？トヨスピット？うん、トヨスピット？頑張る。リーダー、そんなリーダーとして、あ、リーダーとして頑張る。トヨスピットリーダーとしてみんなを連れて行きます。みんなに素敵な景色を絶対見せたいと思います。絶対私にこれからもついてきてください。勝利者、勝利者よ。勝利者。綺麗なお辞儀だ。じゃあ次の曲行きましょうか。はい、まあリーダーですけど。じゃあガニャン頑張って。あ、はい、頑張って、はい、新人で頑張ります。ガニャン曲振りしてよ。ハードラブタイム。
やっぱりワンマン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 やるとやっぱ気持ちいいしここだなってなったね。あの私たちね結構あの地方とかにね行ってたメンバーもいて、あのあんまりねあのニセプラスさちゃんとね関わる子も関われない子もいたと思うんですけど、あのやっぱりねあの私たちが2週間研修行ってる間フランクスターズの曲を世にね広めてくれたプラクスターズ2000、あ、間違えた、プラクスターズは間違えた2000プラクスターズ、そうだね、みんな呼ぼっか、ここでね、交流しよう、みんなおいでー、ありがとう、なんかリフリフボーでどっか登場の近くだよ、はいはい、ありがとう、2週間ありがとうございます。じゃあね、改めてみんなで拍手でお目迎えしましょう。2000プラクスターズなんか出てくるところがもう出てくるところさ、なんか嫌い、泣いてんの、そうだよね、泣いてないよ。やっぱ2週間さ、うちらも寂しかった分さ、やっぱ2週間で長いんだよね、マジで毎日共にするとね、やっぱいろんな思い出とかがあるよね。で、1個さ、ちょっとやりたいことがあってさ、あちょっとユニピにマイク渡してよ、このニセプラスのリーダー、ちょっとさ、今日何も聞いてないっすよ、私あのさ、ちょっとやりたいことがあるんだけど、はい、メンバーにも、オタクにもずっと言われてたのが声がどっちかわからんと言われてた。そうなんですよ、ちょっとさ、当ててもらおう、はい、後ろ向いてユニピの方が汚いバイキンマンみたい。じゃあ今日 みんなどっちかみたいな。はい、じゃあスタート。はい、分かった、いくよ。こんにちは、ブラックスターズです。みなさんこんにちは、ブラックスターズです。いやいや、私たちがブラックスターズです。カンニャンみたいな声してるってめっちゃある。そう言われとったね。じゃあユニピが交代でいいんじゃない。ちょっと待ってもうないもんねって無理だ。いいいいってね、でツイッターでなんかニセプラリーダーおっさんおるって書かれてたんですよ。なんかちゃんとニセって書いてあった。ちゃんとニセって書いてました。なんかね、あ、妖怪なんかちょっとなんかもう妖怪とさ妖怪公式さ悪役みたいな悪役の声してるって書かれてたんですよ。なんかあの特典から並んだ女の子に悪役みたいな声で好きですって言われて、そう悪って書いてっからな。それもういいよ、もうユニピの話はもういい。お餅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 お粥だよ、お粥お粥。ライラちゃんずっとお餅お餅言ってるけどお粥なんで、お餅お粥です。お餅ちゃんされてるね。一緒に泊まっておもちゃになった。あ、そうなの。おもちゃされてる。ライライ、その宣言は何？神谷と匂わせ、ライライ。これは、え、びっくり、入ってた。誰入れたの？何の話をしてるんでしょうね。まあまあまあ、でもね、あのここまでね、私たちの曲をね、完璧にね、こなしてくれてね、あの大変な中ね、みんなそれぞれね、活動がある中、あのいろんな地域に回ってライブをしてくれて、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ね、この出会いがここで終わるわけでは絶対にないし、うん、これからもね、やっぱブラックスターズ、そしてニセブラックスターズがあったという事実は一生消えないので、ね、出会えたみんな、そう、ニセブラックスターズのおかげで出会えたみんなもね、いるわけだから、これからもなんかね、関わっていけれたらなと思いますので、ね、ニセブラック卒業しても、これからも一緒になんかやりましょう。よろしくお願いします。お願いします。いい企画だった、あなたまでね。うん、よかったよ。じゃあね、やっぱりここでやっぱりね、この場所でしか、このメンバー、このファンのみんなでしかできないスペシャルコラボやりましょうよ。楽しみにしてました。やりましょう。それでは聞いてください、 UFO UFO。
ましたね。すごい濃いメンバーが集まったね、これはね。ありがとうございます。ではここで今日しか撮れないということなんで、今日だけの記念写真一緒に写ってくれますか。ありがとう。この時間をね、起きて共有した人たちがね、誇れるようなねグループになりますんで、じゃあ後ろの方ね、ちょっと映らないかもしれないぐわーって前に来てくれたら嬉しいな。階段のね真ん中とかでもね、あの立ってもらって大丈夫なんで、はい、ちょっと照明がねちょっとあるから、はい、お願いします。ありがとうございます。はい、しっかり、あ、階段の人立っとってもいいよ全然。うん、立ってていい。セクシーなら私だって負けないわ。気持ちはあるわ。あら、いい感じ、いい感じ、キュッてなろう、キュッてなろう。あ、いいね、いいね。何をしてるのよ。はい、いいですか、どうですか、映ってますか。サイドもっと寄った方がいい、大丈夫。OK OK ですか。はい、じゃあブランクスターズのポーズやりますか。じゃあ作ろうし、はい、じゃあブランクスターズポーズでいきますよ。撮ります。3、2、1、はい、もう一回いきます。はい、いくよ。はい、3、2、1。ありがとうございます。はい、それでは